はい、DNS 工房の村吉ですあのバイクの免許の取り方というかなんかあの、まあ、そのバイクの免許取るののお力になれたほらいいかなって噛みっかみですけどこのバイクの免許を取るためのなんか手助けになったらいいかなと思って今回の動画を上げてみましたあの実際自分もバイクが好きだったとはいえあの乗ったことが あの車の免許取る時に原付に1時間乗る授業があるんですけどそれしか乗ったことない状態で中型免許取って大型免許取ったっていうことをまだ1年も経ってない去年の6月え5月かなあでもそろそろもう1年になるかじゃあ,あの免許を取り終えたのが6月だったんで確か。 4月ぐらいから通い始めて撮ったんですよ。だもしその時のなんかエピソードっていうか、なんかどうやったらなんかスムーズに撮れたかっていうのがなんかもうブログにも書いてますけど、それがなんかの役に立ったらいいかなっていうことでなんか話してみました。話してみましたね。今から話しますね。で、なんかあの、 免許ってこの中型からしか取れないっていうところが多いみたいでちょっとねこの喉がなんかあのバイクっておそらく中型から取ってから大型に取れって教習所の方で言われると思うんですよあなんか合宿免許とかで大型いなんか 中型飛ばして大型が取れますよみたいなのもあるっぽいんですけど少ないんですよね世間一般の教習学校だと中型を取り終えてから大型を受け付けてますよってところが多くてだからあのめんどくさいんですよねあのやること一緒なんですよ乗るバイクが変わるだけみたいなだからあの二重で同じことするから正直言って意味ないんじゃないのって思うんですよね まあその文句言ってもしょうがないですけどでなおかつ今の教習車ってスーパーの中型スーパーフォアですけどその大型車が NC7 半っていうのになってきてるんですよ。NC7 半ってあちょっと今飛ばしますけどこれら NC7 半ってめちゃめちゃ軽いんですよこれ。あの確か2 0キロぐらいしか変わんないです2 0キロって言ってもなんだろう 手に2 0キロ持ったら重いっすけど、車体に2 0キロプラスって考えて乗ってみても、意外とそんなにスーパーフォアと変わんないんですよね、乗り味。あただ、NC7 班ってあのエンジンが2気確か2気等だったかなあの。乗り味は明らかにこれ、ちょっと癖があるかなって思いますね。スーパーフォアの方が乗りやすいですね。で、あの体感としてはスーパーフォアと変わんないんですよ。だから、あの正直言うと、もう、 いきなり大型あ、もしこのバイクが使える前提の教習車だったら同じじゃないかなって思いますね。なんかよく、いきなり大型は難しいよって言われるんですけど、このバイクだったらいけると思います。あの、200、あの、400と変わ、あの、スーパーファーと変わんない気がしますね。もちろん乗り方の癖みたいなのは、あの、スーパーファード別物だとは思うんですけど、ただ、重量的には大体一緒だから、 これから始まってもなんか変わんないといけそうな気がしますから、もしその、大型だけっていうなんか、なんか合宿とかで安いところがあるんだったら、もしこれが使えるんだったら、これやってもいいんじゃないかとは思いますね。で、この、ちょっと途中にちょっと記事書いてるんですけど、あの、免許取りに行く前に、この YouTube で、あの、 授業のこれ見た方がい,いっすよあのなんでかっていうとあの特に自分みたいにバイク乗ったことないって人がいきなり行ったらあの失敗しますねあの自分って何だろうこの YouTube とかでこういう見れること知らなかったんですよで自分3時間目ですでに補修2回ついてたんですよねこれって1回の,1回の 1>, 1時間た分に補修ついてたら金もったいないし倍。しばいまあ、倍どころか3倍時間かかるんじゃね。えかって思ってもう挫折しそうだったんですよ。あのこれもし通ってる人が見てたら思ってほしいのが、あの絶対あなたは悪くないっすよ。あの教えてる人が下手くそすぎますよ。あの教えてること。あのこれ本当に強く言いたいっすね。もう文句が <laughs> 文句があるなら、もう本当に名指しで文句言ってもいいぐらい。本当に絶対。教習の人があの教え方悪いっすね。あの youtube で映像。 見たらあもちろん YouTube で巻き戻しできるから分かりやすいようにこう何回もやればいいですけどそういうのを見てると教教習の,この教員が言ってる話全然だからそれでなんか補習とかしたらたまったもんじゃないんで YouTube まず YouTube で乗り方とかをまず勉強した上で行った上ですそう,そうしないと補習食らってめちゃめちゃお金損しますね時間も。 あの1時間しかないですが、まあ、正確にあれ40分かななんかあのちょっと練習走行してでなんか結局なんなんだ10分10 5分か10分前に終わるから結局実質40分ぐらいしかこのハンコもらえるようなことできないんですけどだから何回もやり直しできないんですよ決まってるから時間がだから基本的には下準備として やる内容がどんな感じなのかっていうことを把握しとかないと、その場でいきなり初めて知って、初めてやるってなると、まず時間足んないっていうか、補修になるかもしれないですね。だ多分そのセンスがないと、絶対にあの、一回でできないと思うんですよ。特に初めて乗る人は。だからあの、YouTube でとにかくあのー、事前情報を、だから事前ブログでも書いてますけど、無謀ですね。 YouTube で絶対にその乗る内容を全部把握して大体こんな感じでやるのかなぐらいは知っとかないとあのいきなり難しいっすよなんかあの引き起こしで挫折するって人もなんかいるみたいなんですけどあのこれもなんでしょうね自分の教習のとこなんてなんかこの 今日、本当に教わったことを言いますよ。あの、その人が、持ち上げるときに、よいしょって言えば力入るから、それで起き上げ、起こせとか言うんですよ。いやいやいやって話ですよね。だから気合で起こせみたいな話なんですよ。自分が教わったところ。持ち上げるときに、よいしょって言えば力入るから、それで起こせって言われたんですけど、あの、こういうふうになんだっけ、この、自分の教え方としては、この前屈っていうか、なんかあの、 このクラウチングスタートでしたっけこういうなんか短距離の走るこれみたいになんかバイクに向かってスタートするって感じですよねでバイクに向かって進むって感じで押し上げると遅れ上がってくるんですけどそういうことをしないと基本的に難しいだ力でやろうとしたらあのあ これ、ブログ書きましたっけブログか何かわかんないですあの、自分、バイクの教習中にあばら折れちゃって、折れたってて、ひび入ったっぽくて、あの、ずっとあばら痛くて、その、接骨院っていうか、この、病院行ったら、レントゲン撮って、あ、これ折れてるかもしれないって言われて、<laughs> でもこれ、骨折じゃなくて、なんか、軽度のなんか骨折みたいな感じで、もう湿布で貼ってて直すしかないって言れて、結局3週間か1ヶ月ぐらいかかったんですけど、 あの何回も倒れたりあと無理な力を思いっきり本当にパワーで起こそうとしたらなんかこういうなんだろうでもそれもそれで老,老化なのかなって思うんですけどあの自分それが原因な倒れた時なのか力を思いっきり入れたせいなのか知らないですけどあばら折れちゃってあのもう多分倒れた時だと思うんですけど肘ここ肘当たりやすいらしいんであでもプロテクターしてるから大丈夫じゃないかな。 おあでもプロテクターって横,横腹ないんでしたっけいやあった気がするけどでも折れましたねうんだからもう無理せずその起こし方も YouTube とかで見てくださいねあの力でやると起き上がんないっすねでなんか教習の人たちってなんか乗ってたのか多分初め,て初めて乗る人が来ることが少ないっぽいんですよあの自分もかかなり気まずかったのが あの自分ってこの車の免許持ってるから学科試験免除なんで実技だけなんですよで初めての1発目って教えるもんかと思うじゃないですか全然そんなことなくてあのブレーキここでアクセルこうしたら入るからこれでクラッチはこう握ってギア入れればギアつながるから、ね、はいじゃあまず走ってみようみたいな感じなんですよ本当に。にもちろん教習所によるかもしれないですけどうちはそうでえもう走るんだって感じでいきなりもう乗せられますね で、まあ、はい、止まって、で、止められるじゃないですか。で、やっぱ知らないから、で、急に止まって、ガスチャンって、倒れちゃうんですよ。で、倒れてるのは自分だけみたいな。あの、気まずいっすけど、気にしない方がいいっすよ。あの、その人たちが、多分小型とか乗ってたか、もしくは無免とかで、なんか乗ってたんでしょうね。あの、明らかに、初めてじゃないやつらの方が多い気がしますね。 だからもう、あの、倒れてももう、しょうがないですよね。倒れるもんだと思いますよ。乗れないのが普通ですから。だから、その、倒れるのが普通って思っ,とか、ね、思思って、そういうのを、起こし方ってのを勉強した方がいいですよね。だから、倒れてるのはもう、しょうがないんで、倒れた時の起こし方を、まず、YouTube とかで勉強した方がいいですね。スーパーフォアって、特に、あの、教習者のやつって、この、バーが入ってて、完全に横にベタって倒れないですから、だから、基本的に起こしやすいんですよ。 で特にこれバー持ってやればいいですかねバー持ってもうタンクにベタってつくぐらいっていうかなんかもうだかそのクラウチングスタートとかバイクと一体化するように持ち上げないとあのそうしないと腕だけの力でだったら持ち上がらないですよね、うん、でこの前輪のディスク2枚ってことはブ前ブレーキって強力に効くんですよ あの初めの位置って後ろブレーキ使った方がいいですよ、なるべく、なるべくって後ろブレーキで止まるように、あの、どんなに速くても40キロかな、60キロ出せますかね、教習所で。自分のとこ出せるとこありますけど、60キロ出すまではないと思うんですけど、最高40キロじゃないですか、この教習所内って。だから基本的に前ブレーキのこう強力なブレーキ効かすポイントで、急制動ぐらいなんで。 基本的に後ろブレーキメインで止止ままると止まりやすいっすいね前ブレーキって下手に低速でグッて握ったらロックしてこけますからあの前ブレーキはあんまり使わない方がいいです多分それで怒ってくるやついるかもしれないですけどだったら前ブレーキちょいあの、まあ、これも聞く感覚なんですけど使ってる風に見せた方がいいですよこのちょっと握って気球利かせてないみたいな。あの なんか前後をバランスよく使えみたいなことを言ってくる人もいると思うんですけどそんなことしたら多分初めのうちで分かんないから自転車みたいにこの前ブレーキ強かけちゃってロックしてこけるってパターンが多いと思うんですけどあの前ブレーキして後ろブレーキメインでやったら結構スムーズに止まれますねでももちろんあの,もうあの後で紹介しますけど半ラ基本的に半ラもしてた方がいいですよね半ラは絶対この角先に知りたいとこっすよね あのまあ、ハンクラの効のくポイントっていうのをなんかこの知ってほしいっていうかこのどの辺で効くんだってところがある程度分かってれば結構スムーズなんですよなんかこの。とりあえず危なくなったらハンクラすれば演奏しないですからその,なんかこの感覚っていうのをまず先に覚えたいですよね。1時間目でハンクラの感覚覚覚えた方がいいですよね、その辺。そうすれば後が楽ですね。 なんでかっていうとハンクラの時にだ低速で走りたいっていうポイントがあのクランクとかあとなんかあるかなまあハンクラって基本低速の時にハンクラが一番よく使うと,ところになりますからハンクラさえ覚えておけば演出とかいわゆる減点になるようなことにはならないし低速が走りやすくなりますよね。であのクランクとかってハンクラでリアブレーキ踏みながらこうグーって曲がるんですけど。 だハンクラ知らないと演奏しちゃいますよね。だそういうふうにあのハンクラはとにかく覚えておきたいてあどう、これ消えてるな。ブログからこうコピペして貼ったんですけど、ちょっとこれ動画載ってないですけど、あのまあバイク乗ってる人、バイク知ってる人が多分見たことあるけど、ホワイトベースの教習所の動画見たらすごい勉強になるんで、そことかで YouTube で走り方を勉強した方がいいですね。 本当はこういうのはもうブログでも書いてます。本当そういうのって教習所の方が出してほしいですけどね。もう結局商売なんだなって、本当なんかつくづくなんか嫌だなって思いますよね。だってこれ、事故とか、下手したら人の生き死に関わるとこですから、そういうとこほどちゃんと知れよって思いますけどね。だって、もう、こういう学習ビデオって、 作っちゃって公開してたらみんなスムーズにいって結局補修とかがしないからまあ結局稼げないってことじゃないですか,だかその辺やっぱりなんかあるんだろうなって感じますよねこうやって教習のなんかスムーズに通えるようにってこと出してないってことはうんだからそういうなんでしょうね本当にまあこういうなんだろうエンタメとかだったらいいと思うんですけどこれ本当人が死ぬとかのレベルのもんですからなんかやちゃんとしてほしいですよね で旧制度,、ね、度はあの前ブレーキ使わないと結局止まれないんですけどあの後ろブレーキロックしたらダメっていう,うちうちもそうだったんですよあのー、動画見あのさっき言ったじゃないですか 3, 3時間目で常にすでにも2時間補修してるんですよでそれ以降 YouTube で勉強した上でこの実技に臨むと1回もこの 補修受けなくて済んだんですすけど見極めででで落とされたんんよなかっていうその理由は急性度で後ろブレーキロックするからダメって言われてなんでって話なんですよじゃあなんでそれ急性度の時言われてないのって思ったんですけどその時も普通に確か,かロックしてたはずなんですけどでだからロックしたらダメだって言われてえそれ今更かよってなって結局まあその見極めの時に補修になっちゃったんですよね。 で、これに関しては、その、自分もブログで書いてますけど、あの、前ブレーキをロックさせてこけてたトラウマがあるから、自然とこのブレーキを、後ろブレーキ中心に止まってたっていうのがちょっとあざになって、後ろブレーキをこのロックしちゃうようになっちゃってたんですどそ,そこで困るのは急性道ぐらいですよね。ただ、あの、止まる分には止まれるんですよ。これ結構コツなんですよね。単純にこの40キロぐらい、まああれ、結局、なんだろう、 40キロ超えたらなんかランプ光るみたいでそのランプが光まあ,あの40キロ超えすぎてたら止まれないですけど40キロぐらいであの1000超えた時にブレーキしるって言うじゃないですかあのー、スピードが出すぎてなければ基本的に止まれるんですよでその止まるときにブレーキの加減間違ったら後ろブレーキがロックするからダメだよって言われてるんですけど基本的にあのあの1000超えて40キロの時に前ブレーキ思いっきりやってもまずロックはしないんで 何て言えばいいのかなでもこれ口で説明しても難しいっすよね。何だろうなでもまあ前ブレーキをメインでかけないと後ろブレーキが結構ロックしちゃうからまあでもあのその辺もうちょっとすいませんねうまく伝えられないですけどあのこの時だけは前ブレーキ強めにかけちゃって大丈夫っすね。基本的にそのただ怖いじゃないですか。 怖いっすけど、前ブレーキ使わないと、も、後ろブレーキだけだと止まれないんで、結局その辺はもう何回かやるしかないっすね。まあ、こけは、こけはしないでしょう。あの、